北の宇宙社長のフェリスとマルくんです。はい、というわけですね、もう多分タイトル出てる通りなんですけど、はい、動画を休みます。休みます。あのですね、うん、そんな全然重い感じじゃないです。はい、はい、安心してください。期間的にはですね、まあ、確定ではないんですけど、6月いっぱい休もうかなと。で、まあ、希望としては7月、1日からの動画をまた再開していくという形ですね。そして、その、まあ、休む理由なんですけど、はい、まあ、それがですね、縛り生活をしたいからです。縛り生活をしたいからです。やばいって本当に。僕らよく1週間何々とか24時間何々とか、うん、そういうなんか長期的な企画をやることが多いんですけど、ね、まあ、3日間流しとかね、うん、普段撮影して、普通の動画を投稿しながらその3日とか1週間とかやることが多いんですよ。どうしてもこうなんだろうな、どっちつかずになる時もあるんです ね, そうね。だからその日なんかどっかロケだったりとか、うん、打ち合わせだったりとかある時に、まあその駄菓子が食えないとか、うん、まあその1週間何々ならそう撮影する暇がないとかね、撮影する暇ないっていうのがねよくあるんですよ。そしてもっとこういう1週間とか やりたいけど、うん、やっぱ他の撮影の予定があるから、まあそれができないとかいうこともあるんですよ。でですね、まあ縛り生活をやりたいからっていう理由だけではなくてですね、うん、まあもちろんですね、もうこう夏になってくるじゃないですか、7月8月とかね、うん、で8月にまあ本当理想のこう一つのまあプロジェクトがありまして、まあ、プロジェクトって言ったらこうでかくなっちゃうんであれなんですけど、うん、まあ一つやりたいことがありまして、そのための撮影と、まあ、準備と、まあ、あと編集とかねしたいわけですよ。ただこう YouTube が、こう辛くなったとか楽しくなかったとかモチベーションがないとか全然違うんですよ。むしろ撮影するんじゃない、もうだからむしろ撮影編集に追われる、まあ、だから1週間何々縛り生活とかの撮影をしながら、1ヶ月 YouTube お休み生活も同時に縛るっていうその形ですね。そうだ、これすら縛っている。いや苦しくなってきますよ。だからもう上げないっていうのはねきついわけですよ。だから1ヶ月とか休んだことないじゃないですか。言うてね、不安だよね。まあ、1ヶ月、まあ、3週間ないですか。だから別にそんな、まあ、しるっとね。だから本当に、もう実現できるか分かんないんですけど、まあ、こう、休むっていう、こう、宣言した以上は、それだけで頑張ろうかなという、うん、まあ、所存でございます。確かに。これを言うと、まあ、また、こう、プレッシャーになるんですけど、うん、8月はですね、うん、毎日投稿しようと思ってます。そうですね。毎日投稿。もう、理想のスケジュールを立ててるんですけど、あれ死ぬんじゃないかな。そう、マネージャーさんに、こいつ、ちょっと多分寿命縮むと思います。はい、そんな重い感じじゃないですよ。楽しくやりますからね。だから7月からは通常通りって、まあ、通常通りって言っても僕らは毎日投稿するタイプじゃないので、うん、これ年末とかにも言ったと思うんですけど、そうだね、僕ら毎日投稿っていうタイプではなくて、まあ少し期間とかかけたりして、数は少なくても、まあ自分たちのこうね、自信のある動画を出そうっていう、まあそういう信念でやっておりますので、まあそれも一回お休みして、うん、まあもっとこう集中してやっていこうじゃないかと。あ、でですね、まあ夏はこう動画以外にも、うん、こうもう発表されてるか言うんですけど、単独イベントも決まってるんで、はい。もう決まっちゃってるんで、夏に。夏に決まっちゃってる。楽しみですね。はい。まあ詳細はそのうち出ると思うので、はい。まあ皆さんがね、まあ、北内に直接会いに行きたいって思わせるような、うん、そういうね、動画作りもしていきたいと思いますので、はい。はい。皆さんそちらも楽しみにしていてください。まあ、なんでこういう動画撮ったかと言いますと、はい、まあ、こう、長くね、こう、動画を上げない期間が何も言わず続いてしまうと、うん、まあ、やっぱいろいろね、こう、不安にさせてしまうかなと、思ったのでね、心配しないにいろいろありますので、確かに。こういう理由でお休みしますよっていう動画をね、うん、今回撮影して、事前にね、おります。はい。はい。やっぱ皆さんに、やっぱお伝えするのが、こうね、まあ、礼儀かなと思ったので、まあ、そうだね。やっぱりですね、僕たちって、やっぱ皆さんがいるからこそ、やっぱ頑張れるんですよ。うん、もう、そう、もうもうあなたですよ。もうあなたがもう、そう、いつもあなたが見てくれてるから、僕らはもう頑張れるわけなんで、まあその、まああなた方一人一人に、もっとね、ご視聴者さんに、まあ、楽しい動画っていうか、もっとね、クオリティの高い動画をね、はい、投稿していきたいんですよ。この期間は撮影と、まあ、編集と、まあボロボロのね、夏向けの準備と、に集中して、皆さん満足させるような動画をね、必ず作りますので、皆さん楽しみ待っていてください。とりあえず、まあ6月いっぱいは動画が上がらなくなってしまうんですけど、うん、まあ別にこう、SNS とかは投稿するので、そうね、そう、別に。パッツやめるわけじゃないんで。まあ僕らの過去の動画もあるので。700本以上ありますから。はい。面白い動画たくさんありますから。自分で、はい、面白い動画たくさんあるんで、まあそれを見ていただくという形でよろしくお願いします。お願いします。そしたらまた夏に元気な姿でお会いしましょう。北の社長フェスト、ハリくんでした。バイバーイ。また会おうねー。
ラジオ次の動画楽しみでやっていくと、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。イエーイ。もうこれ引き継いでいきますから。引き継ぎ引き継ぎました、これ。